はい、はい、10月の8日全然違う7日です7日、1日早かった。はい、久々の朝の牧場回りに行きます。はい、なんか日差しは結構あったかいですけど。そうね、涼しい。最近朝と夕方は、夜は涼しい、うん、っていうか寒いまで、寒いぐらいで。いや、そう、夜半袖じゃ生きていけなくなってった。うん、本日は土曜日なので午後から営業です。あ、重っ。あ、ゴミ箱が置いてある。あや、かわいいですね。 Please keep clean。 なんかすごい落ちてる、風かな。え、風で落ちる。え、落ちると思うけど。え、風で落ちる。だって中に入ってたんでしょ。うん、これが押されて、あれ違うな、絶対に落ちなくない。どういうことでしょうか。お願い、ダチョウがゴミを間違えて食べると病気になってしまいます。はい、風に飛ばされたゴミを見つけたらダチョウのためにゴミ箱へということで、横にゴミ箱を設置したということですね。うんうん、ゴミ箱です。早速、うん、第1ゴミ、壊れたコップがあったので第1ゴミを今ともちゃん入れましたね。ちょっと、あら、綺麗。いや、綺麗になったね。ね、よ、この間玉ねぎを取って以来。ああ、そうだ、まだ。でも朝霞の方では無事着いたみたい。うんうん、よかった。よかったよかった。お、おはよう、みんな。ハロウィン。え？え、あ、空耳が。空耳？空耳でハロウィンって聞こえた。ハロウィン、ハッピーハロウィン。まだですけどね。またハロウィン企画やるんか。ああ、できるかな今年。ハロウィン企画ってなんだっけ、仮装か。そう、あの、頑張ってダチョウスケくんの首につけたじゃない。はいはい、頑張ったね。あの頃にはね、みたらしちゃんがいたんですね。はいはいはい。今や拉致されて僕の家にいますけど。可愛かったな。かぼちゃつけたみたらしちゃん、ね。おはよう、みんな。おはよう。おお。めっちゃ立派な羽落ちてる。あ、でもちょっと切れてる。残念。あ、ね。途中でちょっと切れてしまっていますが、残念だ。はい、ダチョウの羽はいいブルワーに、なんかいろんなとこに立派な、あれは綺麗だね。そうだね、取れるか。鬼の中に入ってるよ。でかでかいな。あ、ね、え、ごめん、綺麗。そうだね、あー、ちょっとでも綺麗な方。もう一個はそこに落ちてんのは。おお、良い感じ。ダチョウの羽は高級なブロワーになると。やっていきましょうか。中のはいいか。あ、卵。金だ。いいよ。31番にしては綺麗だね。ちょっとでも薄いよ。殻が。ツヤツヤが。よいしょ、卵が取れました。はい、よかったよかった。よいしょ。おー、あー、もうすっかり秋だな。ね、おー、ススキがね、すごいですね。お月見っていつやんだっけ。中秋の名月にやんだっけ。もう終わっちゃった。終わっとるやんけ。そう。昨日さ、風が強すぎてさ、この鷹がすんごい暴れてたよ。あー、最近もうすごいよ。昨日襲われたもん、バシッ。そう、ここ通って。
まあちゃんと仕事をしているよ。あ、座ってる。あれ、あの変なとこで座ってるね。本当だ。大丈夫かしら。なんか首の角度がおかしい。おい、どけ、邪魔だ。ひどい。本当だ。カックンってなってるね。ふくらいじめてないよ。立てるかな。なんかすごいカックンってなっちゃう。ね。でも別に、あ。大丈夫そう。あまり元気なさそう。疲れたか。一匹で相手するのは。かな。入るのか。いや、何も。あっち側って崖だよね。そう。うん、そうなんだよね。入るか。やるな。スプラ危ないかな。いや、どついてこう来るだけじゃん。どついてくる。よ、おはよう。おはよう。こいつは31番。30、あ、51番。去年の51番。ああ、メス座ってるだけかな。あっちも座ってるしさ。あの人の首の角度ねえ、面白い。不思議だね。なんかうねうねうねってやって、曲がった針金みたい。そう、ああいう時ってあんまりなんか体調良くないイメージ。まあ、あの人も逆流性になったんだ。あ、キャンちゃんみたいな。そう、うん、あそこに巣があるのかな。かなあ、あんなとこにあるかな。スプラ君、はよ。スプラ、スプラ、ちょっとどいて。入っていい、入っていいかい。この人ね、雑草食べたいだけだ。そうだね。あ、じゃあいつもみたいにここで食べさしといて。あ、いいよよ。あっちから渡しといて。はい、すり抜けました。そうなんですよ、ここのパドック、草がね、ハイオメス、この子たちにね、食べられ尽くしましてね、ないんですよ。あ、ごめんごめん、はい、どうぞ。おう、ねえ、草食べたいだけだもんな。の間に後ろをとぼとぼと歩くともちゃん、ちょっと痩せてますね。立ち止まって何してるんでしょうか。雑草狩りには飽きたのか、それとも侵入者に気づいたか。バイバイ。はい、はい、ねえ、ありがとう。どうだった。普通に立ち上がったけど、あんまり体調良くなさそうですね。なんかのせいかな、首が。あの首はちょっと、首がなんだあれ、うん、どっか引っ掛けてボキッと折れたの。いや、なんか普通に折れてなくてもあの角度にできるらしいよ。へえー、ヒナとかたまになってるし大変、うん、なんか立ち上がった、逃げる元気はあるけど、あまりで、ああ、スプラいじめてない。なんだろうね、急に寒くなったからちょっと体調崩したのかな。え、寒くなって、うん、首でクエスチョンをね、首でクエスチョンをね、表現してるんですよ。まあまあ歩けるんで、うん、立ち上がってよかった。大丈夫です。様子観察だね。はい、ということで朝の観察でした。はい、時間がかかりました。